はい、皆さんお世話になってます。はるはるチャンネルです。はい、今日はね、もう12月もね、もう25日過ぎて28日ですね。いかがお過ごしでしょうか。はい、今日なんですけど、私、今この時期ってスタンドって忙しくないですか？皆さんなんか灯油しに行ったりだとか、タイヤ交換しに行って、ね、冬のね、タイヤに交換したりだとか、エンジンチェックとかね。今日はガソリンスタンド内にてですね、灯油、ストーブ、灯油ですね。まあ、いろいろ用途あると思うんです。灯油を給油する作業に行ってきました。これちょっとね、話そうと思います。はい。時間はですね、2つに分かれてるんですよ。これ、通してできません。9時5時で。はい。で、まあ、9時から13時と。で、13時から17時。各午前と午後分かれて4時間ずつです。はい。で、私、まあ、両方やってきたんですけどもね。で、まあ、そのスタンドの会社、まあ、大手スタンドの会社ですね。まあ、石油会社っていうんですか、ああいうのって。僕、ちょっとよくわかんないんですけど、ね、皆さん、日頃行くスタンドです。はい。まあ、わかりだと思います。で、作業内容が、ポリタンク持ってくるんですよ。それに、灯油タンクにね、灯油を注ぐだけです。ガチャーって皆さん、スタンド行ったら、入れますよね、給油する。それをな、ただやるだけです。はい。取れちゃった。はで、これ、ちょっとね、タブレットを見てね、会計するんですよ。まあ、皆さん今スタンド行ったらやっぱりタブレットにいて、まあ、レギュラーなのか、それともハイオクなのか選びますよね。ディーゼルなのか。まあ、それタブレットを見ながら、まあ、支払いする。で、まあ、これ現金と、まあ、支払いって、現金とクレジット、あと電子マネーですね。いろいろありますね。スイカとかなんなのとかね。あと、バーコード決済、なんかペイペイとかね。あと、給油カードってスタンドオリジナルのなんかあるじゃないですか。そこにお金を入れる、チャージすると、そのお金チャージした分だけ、給油できて、なんかポイントがつくっていうサービスかな。はい。で、まあ、一番安いのは、その会社が出しているクレカで会員の方っていうのがなんか、一番安かったですね、見ててね。3円引きかなりいった。はいはい。で、これは、まあ、それはそれで皆さん使ってるからいいんですけど、一番ネックなのはこの高齢の方なんですよね。タブレットを使うっていうのは操作が少し難しいんですよ。高齢の方に関しては。まあ、私ちょっと昨年大手スーパーっていうかね、そこのアプリやった時も、まあ、スマホの扱いがちょっと難しかったのと同じですね。今、近代的っていうんですか、これが少し難しいんですね。やっぱり、どこをしたらいいのか分かんないか。現金を入れるところに、カード入れちゃったりだとか、カード入れるところに、現金入れちゃったりとかですね。まあ、そういうことがありましたね。でもまあね、代わりにこれできないんですよね。なんとかやってくんないかって言われても、やっぱ他人のことですから、やっぱできません。で、ですね、ポリタンクって皆さん持ってますよね。あれって大雑把に言うと18リッター、20リッター、2種類しかないんですよ。で、来るお客さんね、だいたい1世帯あたりですね、1本か2本、そのなくなったら多分来ると思うんですよね。それが給油がほとんどだったんですよね。まあ、ですけども、5本10本まとめて持ってくる方もそれなりにいたんですよ。まあ、画像出してる自転車に積んできたり、車に、軽トラックの荷台に積んでとか、自転車に積んでたとか。まあ、そういうお客さんが来まして、まあ、たまに女性のお客様で20リッターの3本持ってきてね、これ、灯油を入れてくださいとかって言うんですけど、女性1人でこれ60リッターになるんで、持てないですよね。そういうお客さんには、こう、台車を使用してね、これ乗せてね、車まで持ってってください。もし持てない場合は言ってくださいねって言って、まあ、こんなサービスをしていました。で、これね、給油する際のね、注意点っていうと、どっちかというとですね、こう、給油をこう引くじゃないですか、ビーってグッと。引いたらこっちロックする場所があるんですよ。ちょっと写真撮ってこなかったんですけど、その撮ってをロックしたら、で、給油、ブー、18リッターら18リッター、置いとけばいい、ブーっと置いとけばいいんですけど、そのままロックしたまま。それが、ロックして18リッター入れたと。18リッターのお客さんがいて、18リッター入れたらと自然止まりますよね。ロックを解除すればいいんです。ずらして元通りにすればいいんですけど、それ元通りにしないで、そのままずっと置いとくと、後々ひどいことになるって言われまして、僕それ怖くて、
最初の、なんだっけ、9時から13時1日やった時なんですけど、半日やった時なんですけど、ずーっとロックしないでずーっと持ちっぱなしでやってました。家に右手が痛くなっちゃいました。はい。でね、冬のスタンドは寒さとの戦いですね。防寒して行ったのはいいんですけど、実際忙しくて、午前中9時から13時までやった時は、すごいノンストップだったんですよ。すっごい忙しかったです。で、午後行った時、13時から17時行った時は、結構ね、インターバルが、お客さんも途切れてくれたんで、結構ね、楽だったって言えば楽だったんですけども、こう、ノンストップで次から次へと、こう、並んじゃったりすると、やっぱり焦りませんか、皆さん。なんか、オーダーがね、こう、詰まってるのと同じような状況になって、自分も変に声が大きくなって、はい、ありがとうございました、とかね、ちょっとね、ちょっとテンパりました。やったことないんで、はい。で、でも客層はね、高齢の方がね、半分でしたね。やっぱり年齢的にね、場所的にか、結構田舎なんで、高齢の方はやっぱり電気、灯油が必要なね、ところに住んでると思われます。そういうところで、そういうお客さんがたくさん来ていましたね。まあ若い方も当然来てましたけどね。はい。で、名物客いましたね。決められた駐車場に車を駐車せず、勝手になんか和議長の適当なところに止めて、勝手に、経由してくれよっていうのが、やっぱ毎年いると。必ずその常連がいると。で、まあそういうお客さんに店員さんもすいませんけど駐車場に止めて、そこからすいませんけどポリタンク持ってきてやってく、給油していただけませんかって、なんだよそんなの、知ったこっちゃね、別にいいんだろうよ、給油するだけなんだからよ。10分、20分で終わる、かかんねえだろうだって、とかって、なんか講釈言ってね、しょうがないですね。そういうお客さんってね。はい。まあ、そういうお客さんがいるということで、僕は遭遇はしなかったんですけども、まあ、注意してくださいということは言われました。まあ、どうしちゃったな。こっちをと。で、まあ、故にっていうわけじゃないんですけど、普通に並んで、給油、ポリタンク、給油タンク持ってくるお客さんと、乗り物で来る自動車、自転車で来た、来るお客さんって、給油する場所を変えてたんですね。給油所があって、その反対、向こう側に車が通れるところに駐車して、停車してもらって給油するのと、手前側は並んで出すっていう形で。で、自転車、自動車で来たお客様が、まあ、給油するとか違ったんです。それでなんかね、僕知らない、口論になっちゃったんですよ。なんだよ、俺が、お前、自転車ここ止めて給油して、なんで車が来やがんだって。何言ってんだ、この野郎。俺が車で来て、あんたが自転車行くのおかしいんだろうって、わけわかんないことで、口論になっちゃって、そういう時って引かないんですよね。なんかおかしいですね、乗り物乗ってて、なんか些細なこと。あ、すいませんでした。どっちかが引けばいいんでしょうけども、引かなくなっちゃうんですよ。以前やったマクドナルドの駐車場と同じですよ。出入り口が一緒になっちゃうと、出口から出ようとした人と入り口から入ってきた人でぶつかっちゃって、なんだよこの野郎と、俺がお前ハンバーガー食いに行くのに、とかって、いや、俺ハンバーガー食い終わって家に帰るのになんでそこ塞ぎやがんだって、それと同じでしたね。はい、多分、そんなことだと思うんですよね。で、結局なんかどういうわけか自転車のお客様ね、駐輪場へ止めて、ポリンタックを持って、まあ、給油するってことになっちゃったところですね。なんでしょうね。ちょっと協調性のない人っていうのは世の中結構いますからね。はい。でですね。まあ、12月下旬のガソリンスタンドって忙しいんですよ。皆さんも多分ね、よく行かれると思うんですけど、年末年始休暇しちゃうじゃないですか。3日まで休みますよとか、2日から休みますよとか、元旦だけ休みで、2日から営業開始ですとかってなっちゃって。で、行くスタンド行くスタンドね、元旦はね、休みで、ああ、なんだ、ガソリンなくなっちゃったよ。どうすっか。いや、明日仕事なんだよ。明日彼女とデートなんだよ。とかって、いう時にガソリンがなくなっちゃってるっていう。それが一番怖くてみんなスタンドに駆け込むんですね。まあ、これはね、僕も経験済みです。皆さん経験はありますでしょうか。あと、洗車サービスっていうのも、まあ、ちょっと前まで結構忙しかったんですよ。ある某スタンドは。会員様で、常連で会員、なんとかポイントを持ってる方は、車持ってきたら、中からそこまで洗車しますよっていうことで、僕これやったことあるんですよね。来たお客様にバーッとね、こう、台の上乗って上からなんか洗剤でね、こすってね、最後洗車機に入れて、来たのを拭き取るっていうね、ふち拭きするとかね、足回りとか拭いたりだとか。あとはあれですね、今、冬タイヤあるじゃないですか。冬タイヤに交換するの忙しいです。この前ね、スタンド以外でね、あるね、カーショップでもやっぱ忙しかったですね。この前ね、なんか一日だけやってきたんで、そこも忙しかったです。僕もなんか寒冷前線がね、関東に来るって言って、怖くなっちゃって、急いで冬タイヤにね、変えたんですよ、スタッドレスに。
で、いや、これで大丈夫だって、普段行くね、会社オップだと2000円台でできるところが、別のところでやってもらったの、そこ忙しいからって言って。寒冷前線が来てね、雪が降っちゃって、道走れなく、雪が積もって走れなくなっちゃったらいけないと思って。うん、まあそうしたところ、その翌日寒冷前線がね、来なくなっちゃったっていうことでね、一体何のために冬タイヤね、スタッドレスに交換したんでしょうってね。まあそういうこともあります。はい。冬タイヤ交換忙しいですね。あとエンジンチェック、冬になるとね、エンジン調子に悪くなる車なんかもあったりしてね、忙しいですね。ちょっとチェックしてもらいたいよと。あとオイル交換ですね。走んなくなっちゃったっていうのがね、エンジン焼けちゃったとかってね、こういうのも怖いです。で、これだけ集客するとどういうわけか、その、スタンドで提供してあるクレジットカードの促進も忙しくなるんですよ。人がいっぱい来るんで、スタンドの、カード入会しませんかっていうクレジットカードね。あ、年会費はかかりませんよということで、このさ、クレジットカード、これもまあ余計なんですけど、促進も忙しくなるんで、結構冬のね、スタンドはね、皆さん行って、結構いろいろなね、模様が見えると思います。僕ね、そんなにね、疲れはしなかったんですけどね、初めてなんで逆に、疲れなかったと言っても疲れました。あ、補足だ。クレジットカード僕行ったところはね、入会するとディズニーのタオルプレゼントっていうことでしたね。まあ、それはどうでもいいんですけどもね。はい。それで4時間やった1日、半日の日当はですね、じゃじゃーん。4140円ですね。まあ、4時間だけね、こういう社会経験できるのであればね。まあ、悪くはないんじゃないのかなと思います。今日はこんなところで。スタンドでの仕事で、ちょっと今日裏話一つね、話そうかなと思います。まあ、大した話じゃないんですけども。東日本震災ありましたね。2011年でしたっけ。あの震災で被害に遭った、まあ、ガソリンスタンドと商業施設があったんですよ。でその後に1年くらい経って、まあ、改装されて、新しくね、スタンドも使えるようになった、商業施設も使えるようになったということで、クレジットカードの、ユーザーを増やそうと、入会する人を増やそうということで、促進業務が始まったんですね。で、まあ、私は商業施設内の、促進をやってたんですけども、で、女性の方はどういうわけか、駐車場内ちょっと離れたところにあるスタンドがあって、そこで促進をやってるんですね。で僕が1日2日3日ってこうやってる時にですね、女性の方がね、兼用でやってる女性の方が僕のところ、まあベテランさんなんですけど、まあ来まして、なんかブツ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 、なんかね、もうあのスタンドなんか行かない、あのスタンドなんか行かないとかって、なんか文句言ってるんですよね。愚痴をこぼしてるんです。で僕は全然、あ、そうなの、あのスタンドね、あのスタンドねって交わしたんですけど、後々ですね、周りの人に聞いたところ、そのスタンドの中行って促進、まあいろいろありますね、スタンドに急に来たお客さんに、すいません、クレジットカード入会しませんかっていう人、うん。そこに行った人で、その、まあ、高齢のベテランの女性の方、若い人が行ったんですよ。2人で組んでた時に、その若いその女性の方が、全然促進の仕事を進める仕事をやらないんですよ、この仕事は。で、何やってんのかなと思ったら、スタンドの中で、なんかお茶飲んでずっとテレビ見て遊ん、なんか仕事やってなかったんだそうですって。で、なんかそのことが原因で、で、だったら店長怒ればいいでしょって、まあ言ったんだけど、周りも何にも、店長が、俺が許してっからいいんだ、店長の権限でその女の人をね、スタンドの中に入れて、なんか待合室みたいなのありますよね。そこでずっと仕事やらないで、ずっとなんかテレビ見てたっていうことで、これちょっと問題ですよねっていうことで、後々私聞いたんですよ。あれ何があったんですかって、なんかベテランの促進のね、まあ A さんすごい怒ってましたよって聞いたら、そこのガソリンスタンドの店長がですね、その若手の促進で来てた B さんのことを、なんかタイプだったのか、それとも気に入ってて、お気にだったのか、それとも惚れちゃったのか、それともなんだったのか、なんかその女性が生理的になんか苦痛だって言ったのか、なんだかわかんないんですけど、ずーっとね、促進業務やらせずに、店長の権限でその中で、ずっとお茶飲ましてずっとね、仕事やらせて、テレビ見せてゆっくりさせたんだそうですって。そのことで、そのベテランの A さんすごい怒っちゃったらしくて、なんか何があったのか僕はよくわかんないんですけど、もうあんなの絶対あれだって大騒ぎして、その B さんのことを悪く言って、まあそれ期間業務だったんで、そのね、B さん辞めちゃった、もう、期間を終了したらもう来なかったんですけども、そのことがなんかね、すごいネチ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 言ったんです、その
A さんが。で、後々、なんかこれ、その店長もしょうがないよなってね、来た人をね、業務やらせないで、ね、中でずっとお茶飲ませて、水、休ませてるっていうのは、これ良くないねっていうことで、後々そのスタンドのね、行ってみたところ、その当の、当事者であるそのスタンドの店長、どういうわけがどっかに飛ばされちゃったみたいで。いや、飛ばされたのかどうか、自分で移動したのかどうかよくわかりませんけど、いなくなっちゃいまして。一体あれ何だったんだろうね、あの店長ね、っていうことでね。よくわかんないね。なんかね、危機かなんかでね、そういうことするのは良くないですね。自分が店長でね、お気に入りの女の子をね、なんかそこに何も仕事やらせないっていうのは。はい。こういうつまんないことがありました。はい。すいません。失礼します。